で今日なんですけど、実はなんか急にさらにお兄ちゃん一人でなんかカメラ回して撮ってきてって言われて、どういう無茶ぶりって思ったんですけど、なんか忙しいみたいで、だからサラのね、こと好きな人はワンチャン外れかいって思われるかもしれないです。申し訳ございません。まあ、じゃあ何しようかなと思った時に、韓国来る前に来たらどこ行こうとかこれしようとか思ってるのがあって、それが意外とできてなかったんで、今日はまあぶらつきながら、それ一個一個消化していこうかなっていう回になっております。申し訳ないですね、今日一発目なんですけど、こちらキョボムングって言いまして、日本語でキョボ文庫っていうんですかね。ここ一応本屋さんなんですよ。でカンナムの交差点にあるとこなんですけど、実は俺ここにすごいね、まあ、思い出というか馴染み深い思い出があるわけなんですよ。懐かしいなぁ。地下ちゃうだったっけ。ちょっと一回エレベーター乗りますわ。はい、着きました。全然変わってないですね。何がちょっと思い出深いかと言いますと、実は俺韓国に住んでて、ちっちゃい頃は行ったり来たりしてたわけじゃないですか。そしたら韓国にいる時、少年ジャンプが読みたくなるわけですよ、毎週月曜ので。ここはでかいから海外とか普通に日本の漫画とかも置いてて、ジャンプ置いてんのかなって来たらあったんですよ。しかも1週間遅れで、で毎週韓国にいながらここにジャンプを買いに来てたっていう思い出がありますね。僕はね、ゴリラ人な方の YouTube 大学結構見るんですけど、そこで本紹介してるじゃないですか。それで結構ね、あ、これ読みたいなっていう本もあったんで、あれば買って帰ろうかなと思ってます。確かここら辺がね、ジャパニーズゾーンやってるな。あ、来た、ほら、日本書籍。そんな種類はたくさんないですけど、日本の漫画置いてあって、こちらあって、いや、てかね、なんか俺の記憶違いかもしれないけど、日本の本が減ってる。昔もっといっぱいあったし、単行本とかも結構あったんやけど、で、ジャンプもなかったんですよって聞いたら、置いてるには置いてるんですけど、でも予約制みたいになってて、もう欲しい人は予約して取り寄せてくださいみたいな感じだったんですよね。これワンチャン、不買運動の影響かなっていう感じはしますけどね。どれにしようかな。なんかベストセラーっぽいやつで、なおかつ教養も養える感じのやつ読みたいんですけどね。はい、てなわけで買ってきました。なんかね、ちょっと狙ってたやつはなかったんですけど、てか広すぎて途中探すのだるだったっていうのもあるんですけど、ちょっと気になったのがあったんで、こちら死にたいけどトッポギは食べたいって。え、何と思って、どういう感情なんていう、完全にジャケ買いっすね。待って、これペクセヒさん、山口みるさん役って、もはや韓国の本っすねこれ。まあまあまあ、タイトルがおもろいっていうことで、まあ、手に取らずにはいられなかったっすね。これ一応自分を愛さなければ他人を愛せないっていうので出て、自己啓発本っぽいんですよね。トッポギに救われた女の話なのか、まあ、つまりトッポギ啓発なんやお前、どういうことやねん。気になるなぁ。もう今日の私の一冊はこれということで、ちょっと書いて読んでみたいと思います。じゃあ次行きましょうか。다시죄송한데그라디오좀꺼주시면안될까요감사합니다아それと最近の動画をね、見てくださってる人たちの中でわかると思うんですけど、リー君お金どうしたんと、お金ないんじゃないのって思うかもしれないですけど、まあ、そこはまあこんな感じで。来ました。
本ですね、ここで何しに来たかと言いますと、実はこれ眉ピアス、俺実は昔ここ眉、鼻、口って全部ピアス開けてて本で開けたんですよ。で久々にここ開けたくなったん でそこに行きたいと思います。はい、ここなんですけど、多分ね撮影厳しいと思うんで、あ、行こう。なんだ、怖かった、しんど、どうすかね、久々あげたんですけど、なんか昔の方が痛くないイメージだったんですけど、ちゃんと痛かったわ。ピアスあげたらちょっとぐったりしてきたんで、ちょっと休憩いいっすか、すいません。でもあれやね、もんできたら踊りたいなんね。俺だけなんかちょっとうずくと言いますか、最近ね見てる人たちの中だったら分かると思うけど、こいつなんか踊りを知ってきとんなみたいなって思われてるかもしれないし、頭おかしなったみたいな風にも多分言われてると思うんやけど、別にそんなことなくて、もともとなんか踊るってことは好きやったし、でも今までの自分って最近まではわりかしなんかいろんなことにとらわれてたっていうか、まあでもねそれでも割と自由にやらせてもらってた方やと思う。だけど少なからずなんか評価とか人の目とかそれこそいいねとか気にせんようにはしてるけど、なんか気にしちゃってる自分がいて、なんかそんな自分になんか突然そう嫌気させたのもあって、何にとらわれてんやろ俺みたいな、これって俺の生きていく人生の中で果たしてどれぐらい重要なのかみたいな、だからその足し算引き算した時になんか意外と何でもなかったかなって思えるようになって、だから今はなんか踊りたい時に踊るようにしてるし、こんな感じで。別にいいんすよ、恥ずかしい、あれ気性になって思われるかもしれないけど、踊ることは罪じゃないからね。振り付けとかリズム気にしなくていいんすよ、ただ上手いプロに任せたらいいんすよ、感じるままやったったらいいんすよ。まあ、こんなんもこれで終わりますわ。バイバイ。